扉が頑丈で。すまない、このようなことに君を巻き込んでしまって。なぜ諦めるの？でも扉が。あなたの未来はまだ闇に閉ざされていないわ。私の未来も。一体誰が。クーエル。待たせちまったかな。こんな頑丈な扉をいともたやすく。こいつかい。魔物に対抗して投降の真似事をしてるのさ。いや、真似事だなんて。とても立派な斧です。ねえ、何があったの。ああ、そうだ、また魔物が襲ってきやがった。魔物が。ああ、だからあんたたち二人は早く村を出た方がいい。いいえ、僕たちも戦います。どうして。困っている人たちを見捨てて逃げることなんてできません。さあ行きましょう。ああ、感謝するぜ。だが絶対に無理だけはしないでくれよな。魔物どもを手引きしたのか。いい加減目を覚ましてくれよ。それなら手助けなんかしてくれるわけないだろう。下がっていてください。ここは僕たちに任せて。な、これで分かっただろ。すまなかった、俺たちの早合点だったようだ。いいえ、誤解が解けたのなら何の問題もありません。しかしそれよりも。また信託かい。ええ、炭鉱のような場所で悲鳴を上げている人たちが見えたわ。あんたらどうしてそれを。それでは心当たりが。魔物の襲撃があるために仲間たちを避難させているんだ。しかしその廃坑はこの村の者だけの秘密で。なるほど、さすがは神の使いだぜ。神の使いだって。ああ、テセラから海を渡ってきたというのは。はい、クリスタル教を広めるために。海の向こうには神に仕える者たちがいると噂に聞いたことはあったが、まさか本当だとはな。ねえ、廃校に急がないと。
僕が行こう。私も。いや、ダメだ。この村が安全だとの保証はない。また魔物の襲撃が。ああ、可能性はある。だからここを君に任せたい。分かったわ。気をつけて。僕が廃校に行きます。場所を教えてください。しっかりしてください。魔物が廃校に。頼む、中にまだ仲間たちが。わかりました、僕に任せてください。切れている。どうか安らかにお眠りください。廃校の奥にはまだ村の人たちがいるはず。早く助けないと。この奥だ。あんたは。お願いだ、助けてくれ。村の人たちには指一本触れさせない。あんた一人にいい格好はさせないぜ。どうしてここに。もう村は安全よ。どうして安全だなんてことが。だって魔物は全て倒しちゃったから。エキシア強いんだぜ。わかった、ではこいつさえ倒せば。さすがは神が使わしたお人だぜ。神が使わした？どういうことだ。言葉通りさ、俺たちの祈りがやっと届いたってことだな。あなた方は神の存在を信じていないと聞きました。なぜでしょう。報われたことがないからだろうな。飢饉に魔物の襲撃、数えきれないほどの危機に俺たちは直面してきた。その度に神に祈り、家族の仲間の無事を願った。だが、一度たりともその祈りが届くことはなかったさ。だから、神なんてもんはまやかしだと思った。それは、だってそうだろ。神がいるんならなぜ魔物どもをのさばらせておく。村を襲う盗賊の奴らをどうして見逃す。俺たちは
何も悪いことなんかしてないってのに。俺を含め村の者たちはみんなそう思ってきた。これまでは。これまでは。さあダリー、あんたが現れた。神はあんたを使わせてくれた。ああそうだ、神は俺たちを見捨てたりしてなかった。あなたの熱意がみんなに届いたみたいね。ああ、さあ村へ帰ろうぜ。したのですか。隣村の奴らが。隣の村。いいからすぐに来てくれよ。わかりました、案内してください。あんたが海を渡ってやってきたって男か。はい、サーダリーと申します。ドークテセラの地から神の教えを広めるためアードラへやってきました。神は本当にいると。僕はそう信じています。できればあなたたちにも信じていただければ。エキシア、下がって。ダメよ、引き下がる理由がないもの。理由？この村の人たちが言ってたわ。隣村の者たちとはたびたび衝突しているって。それは本当ですか？まあ、本当だ。どうして？あんたにはわからないさ。いえ、話し合えばきっと分かり合えるはずです。さあ武器を下ろしてください。いや、そいつはできないな。どういうことでしょう。あなた方からは殺気が一切感じられません。いや、すまなかったな。こうするつもりはなかったんだが。え？俺たちも感じていたんだ。いがみ合っていたところで何にもならないって。だからこの村が魔物に襲われたって聞いて助けに来たつもりだった。でもサーダリーがいるとは思わなかったのね。ああ、そうなんだ。神の使いと呼ばれるあんたがどれほどの男なのか。それで戦いを挑んだのね。すまない、僕はただの宣教師に過ぎませんよ。いや違う、俺たちは故郷を捨て別の土地に移り住むことも本気で考えていたんだ。でもあんたがいるなら。それならあなたたちも一緒に。ああ、俺たちも変わりたい。どうか俺たちにも神の教えを説いてほしい。
私利私欲を捨て、この村の者たちと協力していきたいんだ。歓迎します。ありがたい。どうか俺たちにも教会の建築を手伝わせてくれ。どうだい、サーダリーさんよ。あんたの故郷の教会には及ばないかもしれないが。いえ、素晴らしい。なんと素晴らしい教会でしょう。感謝と感激で言葉になりません。本当にありがとうございます。驚くのはまだ早いぜ。さあ中へ入ってくれ。見てくれよ、注文通りに作ったぜ。これはすごいわ。しかし向かい合ってる人の一方にはどうして翼なんか生えてるんだ。クリスタル教に伝わる神のお姿ですよ。神？へえ、なるほどね。神様ってのは翼あるものみたいな姿をしてるわけか。え？翼あるもの？なんだ、知らないのか。俺も話に聞いたことがあるだけなんだけどな。とにかく、翼を持ち大空を飛ぶ人影を見たって者たちがいるんだ。翼あるものって、まさかその翼あるものというのは神なのかもしれない。そうなのか。クエル、教えてくれませんか。翼あるものにはどうしたら会えるのか。北西の山の方へ飛んでいくのが何度も目撃されてるが。北西の山、行かなくては。僕は行かなくてはならない。どうして。テセラでは誰も神のお姿を見たという人はいない。教皇様でさえも。それじゃああなたが翼あるものを見つけられたら。クリスタル教会で最初に神のお姿を拝覧する栄誉に預かれる。いや、それどころか神から直接教えを仰ぐこともできるかもしれない。すごいわサーダリー。テセラの教会から追放されるかのように布教に出された僕が。それなら私も。いや、ダメだ。どうして。教会は完成したばかり。それなのに僕と君がここにいなかったら。心配はいらないよ。すぐに神が見つかるとは思っていないから。すぐに見つからないの。僕らはこのアードラに来てまだ日が浅い。何回かに分けて少しずつ探索する範囲を広げていこうと思うんだ。だから長い間教会を留守にするつもりもない。
わかったわ。すぐに準備をして出発する。中をもってしても奴を倒せるとはな。天意を封じたと言ったが、いつまで奴を押さえつけておけるのだ。私が生きている限りと言いたいところだけど、不確定要素が多すぎるわ。未来が変わったと言ったが、それに関係しているのか。となれば、いつ現れるともしれぬ光り掲げる者との開口にだけ期待するべきではないが、幸いにして我らには不老の因子が埋め込まれている。とはいえ、決して短くない時をここで過ごさねばならぬ。数年、数十年、あるいは数百年。そうね。でもそれは決して安穏とした時ではないわ。私たちにはなすべきことがいくつもあるのだから。